こう日本人を抑圧するようなこれ世界中どこもやっていないようなこの SDGs ですね、 SDGs このようなものを統一教会と組んでパートナーとして登録していたのがこの豊中市です。皆さんご存知ですか？こうニュースにもなってます。これね、韓国の反日カルト統一教会と手を組んで登録していたのはこの豊中市がやっていることです。皆さんこれぜひ知ってください。この統一教会をパートナーとして登録していたのが豊中市がやっていたことなんですが、これに対して質問状を送りました。すると豊中市からの回答は、統一教会側に活動を中止しろと、中止してるだけの今状態です。連携は破棄されておりません。だからつながったままの状態です。回答もぼやけたままです。このような状態にあります。自民党の安倍晋三という男はこの反日カルトの統一教会の広告塔どころか実行部隊の総指揮をしておりました。でこの反日カルト統一教会というのは、日本人女性は韓国人男性に股を開く陰蔽だとか、このようなことをね言っているこの韓国のね反日カルト統一教会です。このようなものをねほっとくわけにはいかないんですよ。そしてこの豊中市にもね大きな統一教会ございますけど、これを追い出さないといけないんです。統一教会というものこれ反日です。反日のカルト集団です。ですがこれをね追い出すのは住民の豊中市の皆さんがやることなんですよ。豊中市の皆様が声を上げて行動を起こさないと、抗議の声を上げないと統一教会は豊中市から追い出せません。これを追い出すのは住民の皆様です。それをぜひ知ってください。ほったらかしにしてるわけにはいかないです。豊中市が組んでいたんですから、豊中市の市役所の近くに大きな統一教会ありますよ。反日カルト教の統一教会を追い出すのは住民の皆様です。豊中市の市民の皆様です。ぜひ抗議の声を上げてください。日本人をね冒涜する、日本人女性を冒涜する、このようなね日本人からお金をね巻き上げて洗脳してお布施をさせて、このようなね統一教会をぜひ豊中市から追い出してください。私も頑張ります。よろしくお願いいたします。